中国浙江省の交差点の真ん中でドリフト行為をしたとしてタクシー運転手の男が摘発されました煙を上げながら交差点の真ん中で回転するタクシーすぐ近くにはタクシーの様子をスマートフォンで撮影する男性の姿があります。この映像は2日、中国浙江省に設置されたた。防犯カメラが捉えました 町に設置された防犯カメラをリアルタイムでチェックする警察のビデオ監視員が危険な運転を確認し、現場に警官を派遣。警察署に連行されたドライバーの男性は行政処分を受けました。男性は取り調べに対し、映画のシーンのようなドリフト走行ができるということを同僚に自慢したかったと話したということです。